イチゴの貴族は少なくとも14種を含む筒子科の属の一つである。地中海地方と西ヨーロッパ及び北アメリカに分布する。イチゴの貴族の樹木は赤く剥がれやすい樹皮を持つ低木あるいは寒木で食用になる赤い消化をつける。果実は受精後成熟するまでの期間が長いため、昨年の果実が熟成する頃に今年の花が現れる。 この属の北、アメリカに分布する種類はマドロンと呼ばれる。これはスペイン語でイチゴの木を意味するマドローニオに由来する。この呼び方はカナダでは使われない。ヨーロッパ種はこの果実がイチゴに似ているところからストロベリーツリーとも呼ばれる。ある種はただ単に俗名で呼ばれる。アメリカ合衆国においては南オレゴンと 北カリフォルニアではシスキュー山脈を境界として南側でマドローナ、北側ではマドローナと呼ばれる。ブリティッシュコロンビアにおいてはただ単に俗名で知られる。これらの名称はすべて単一種、すなわち北カリフォルニアと太平洋岸北西部に野生する A メンジエシーを指す。現在では岩族属、クマコケモモ属、 白玉の貴族の各族に分類されるいくつかの種は、過去には、イチゴの貴族に分類されていたことがある。この過去の分類の名残として、エピガヤラポーンは、トレーリング・アルブツスという別名を持つ。イチゴの貴族及びその近縁族の、リボソーム DNA による、分子系統学的解析によれば、イチゴの貴族は、側系統群であり、地中海地方のイチゴの貴族は北アメリカ北西部の、 同族種よりも、むしろ熊子家も模族、浦島ツ,ツジ族、コモロスタファリーズ、オーナサスタファローズ、それにザラコカスなどの各族に近いことが示唆されている。地中海軍と北西アメリカ軍の分岐は、古代3期、新大3期の境界で発生したと推測されている。南東ヨーロッパと西南アジアに分布、カナリア諸島に分布、地中海地方と西フランス、 西アイルランド、さらにポルトガルのアルガルベ地方まで、後半に分布する。東アジアのカジュ山も、ニューメキシコ、アリゾナ、西メキシコ南部から、ハリスコ州にかけて分布。南、中央メキシコに分布。南ブリティッシュコロンビアから中部カリフォルニアにかけての、北アメリカ西岸部、シエラネーバダ山脈の西斜面、太平洋岸山地などに分布。 メキシコのバハカリフォルニア半島に分布メキシコに分布テキサス、ニューメキシコ、メキシコ北東部に分布。イチゴの貴族は移植に対する体制がないため、時として栽培は困難であるが、いくつかの種は自然分布地域外でも庭園樹として広範に栽培されている。広範種のアルブツスマリナは従来種よりも庭園環境によりよく適合し繁殖する。 日本においてはごく最近まで馴染みのない樹木であったが、近年は小型の園芸品種を中心に園芸店にも出回っている。イチゴの貴族の樹木はバンクーバー島の海峡ッシ種族の人々にとって樹皮や葉から風や腹板や結核の薬を作るための重要な樹木であった。この木は海峡ッシュ族のある伝説にも姿を見せる。果実は食用になるが味は ほとんどなく、あまり広く利用されていない。ポルトガルでは、イチゴの木の果実から、メドロンホとして知られる強いブランデーが作られることがある。プエルタデルソルの熊とイチゴの木の像、ありがとうございます。